山の日で今日は山といえばで募集をしていますが、うん、メールの方をご紹介していきましょう。はい、ラジオネームトゥーパンプスさんからです。のんちゃんじんさんおはからです。おはからパンプスさん。この時期に山と言われて思い出すのは御巣鷹山です。今から35年前の8月12日、前に35年、トゥーパンプスさんは後楽園球場で野球の撮影をしていたそうなんですね。うん、ただ試合中電話がかかってきまして、試合なんかどうでもいいからすぐ会社に戻れと言われたそうです。あの羽田発のジャンボ機が消息を絶ったという知らせに私は緊張しました。そしてトゥーパンプスさん、なんと現地取材をすることになったそうで、御巣鷹山の墜落現場を撮影したそうです。あら、映画になったのと同じじゃん。はい、そうですね、まさに地獄でした。記者さんのね、撮影した写真はとても新聞に掲載することはできませんでした。あれから35年、ボーイング社ではジャンボと呼ばれた747の生産が終了したそうです。うん、私は今でもあの現場の匂いが鼻についています。もう実体験ね、強烈だったでしょうね。こんな、あの、私墜落現場に行った方なんて、あの、初めて聞きましたよ。じいちゃんも、はい、私もあの2008年にクライマーズハイという映画が公開になりましたが、堤真一さんが、ね、主役になって、はい、前橋がね、たくさん映されている、そんな映画がありましたが、前橋でね、撮影あったしね。はい、今でもね、あの、御巣鷹の山は、あの、慰霊登山というのが行われてるんですが、うん、今年はあの去年の台風19号の影響で、うん、道がちょっと通れなくなってしまったところがあったり、うんうんうん、あとはこのコロナウイルスの影響で通行止めになっていたりとか、うん、もう大人数で行くのはということで、遺族と関係者のみ7月にあの慰霊の登山があったということでね、はい、ニュースにもなっていましたが、うん、今でもね、こちらも忘れてはいけない大切な事件ですよね。衝撃的だった、はい、そんなね、うん、トゥーパンプスさんから御巣鷹山のね、あのこともメールの方いただきました。はい、トゥーパンプスさん、ありがとうございました。どうもでした。